おはようございます。こんにちは。こんばんは。綱部千代子です。ヌスフィアって何第2回意識化にようこそいらっしゃいました。えっ、ー、と第1回目は聞いていただきましたでしょうか？1回目は点灯、えー、3つの区分、えー、フィジオスフィアバイオスフィア。 ヌースフィアに関して、えー、簡単にお話をしましたけども今日から少しずつ、えー、深い話に入っていけたらなと思っています、えー、とまず最初に前回のおさらいなんですけどもまあ2022年11月15日に地球の人口は80億人になるそうです国連が発表しました7月にね で僕は前回、その地球の人口100億ぐらいにはなっても平気だと思うよって話をしましたけども、なんで100億になって,ても平気なのか、なんとかなるっていうふうに思っているのかっていうことに関して、えー、お話ししていこうと思います。うんとホモデウスうん、何年か前に大ヒットしましたよね、そホモデウスっていう本。 アリの著者で知られるユーバール・ノア・ハラリさんは最近のインタビューで技術の進歩により世界は現在の人口の大部分を必要としないと答えたそうですん。なんと大胆なことを。えー、画面の中うところに YouTube の URL がありますけどもその内容を聞きたい方は、えー、そこにあ,のあるのでご覧ください。 で、さらに別のページでは、ハラリさんにとっては、世界人口の多くは役に立たない階級となるというふうに、なんか発表しちゃってるらしいんですね。なんかすごいこと言うなって感じですよね。あの、前回の5億人にするっていうあの話もありましたよね。ジョージアガイドストーン。人類は5億人以下を維持する。 ジョージアガイドストーンというのは1980年に、えー、作られたそうなので1980年って、えー、と大体、えー、と人口が50億人弱だったんですね1980年代の後半に確か87年ぐらいに、えー、人類50億人になるので、えー、と80年だと、まあ、5億人というのはちょうどっていうか、まあ、大体 人口の10%だったんですで地球はだから人口の10%いれば運営できるよとそのジョージアガイドストーンでは告げていたわけですね。であとの90%どうすんのよって話なんですけどもでもそれって困りますよね僕なんかは絶対その90%の方に入ってしまうので。えーうん 僕は一体どう,どうなってしまうんだっていうふうに思ってしまってましたけども、うん、地球の未来を考える時にそういうまあ競争社会または弱肉強食的な考えでこの先やっていこうとすると、まあ、きっとうまくいかなくなるよなって僕は思うんですね。でそれは僕の試験ですけどもその前回言ったフィジオスフィア バイオスフィア、ヌースフィアのことをずじっくり考えていくと人口をそんなふうに減らすってやばいんじゃないのとなんでやばいと思うかっていうことに関して、まあ、少しずつ説明していこうと思ってます、えー、フィジオスフィア、バイオスフィア、ヌースフィアっていう区別を前回つけましたがこれただこれんこういう区別があるっていうだけだとまあ 発想ってなもんかもしれないけどもぜひ皆さんねこういう区別をつけたら具体的にイメージしてほしいんですね。前回は、まあ、地球ができた頃まだ生物がいなかった頃の地球フィジオスフィアでそのうち、まあ、い,いろいろ理由はあるでしょうけどもそこになぜか生命が宿ったと。で生命が宿っていろんな生命が生まれてきて。 えー、生命が地球を覆うようよになるとでそれによってできた地球の状態がバイオスフィアだとでそこにバイオスフィアが豊かに育つとその中にまあ人間という、えー、普通一般的な生命がしないようなことをし始める、えー、意識を持ってなんか自分たちで作ったりしてね、うん、その人間が作る 地球を薄うっさとした膜をヌスフィアと呼ぶよとで現在の地球はこのフィジオスフィアの部分とバイオスフィアの部分とヌスフィアの部分が共存してるねって話を、まあ、前回はしたわけですけどもこの例えばですよこの3つの層に関してよくどんなものだか考えてほしいです想像してほしいんです。 想像すると、まずよく分かんねえなってことがたくさん生まれてくると思うんですね。例えばフィジオスフィアとバイオスフィアの境界はどうなってるんだろう。バイオスフィアが豊かに出てできてきますと。まあ、いろんな生命が出てできてきますと。生命ができると一緒に、まあ、生物がかつて生きていた、まあ、死骸のようなものもたまったり。 または生物の抜け殻のようなものがたまったりまたは生物の抜け殻のようなものが堆積して、えー、もっと別のものになったりとかねそういうものが生まれてくるわけじゃないですかでそれは例えば秩父に武甲山って山がありますけども石灰岩でできた山なんですけどもねあれって秩父ではありますけども昔あそこは 海の底だったらしいんですねでその海の底にサンゴができてでサンゴが何万年か何億年かよく知りませんけどもサンゴがずっとでき続けてせそれがサンゴですから死ぬとあ石,灰石灰をたくさん、うん、と自分の体に作りますからその石灰が堆積して。 いつか石灰岩になるとその石灰岩だったあの海底がですねいつか隆起してあのそうするとその石灰岩で豊かにできてますから今はその石灰岩を採掘して今セメントの原料なんかしてますけどもそういうかつてバイオスフィアだったものの抜け殻が今は生物ではない。 世界岩になったりすするわけですねそうするとそれは今はフィジオスフィアに見えるけどもかつてバイオスフィアだったもののまああとですよね。でそういうもの後が集まってああなったっていうのはまあ今から考えて生物ではないからフィジオスフィアとも言えるでしょうけどもかつてバイオスフィアだったっていう そのフィジオスフィアとバイオスフィアの境界のようなものなわけですよ。その武甲山、あの山が。他にも例えばね、化石っていうのがありますよね。あれは生きてない、生物ではないけどもん、かつて生物だったものが炭化して化石になる。で、化石になったものは、今はフィジオスフィアに見えてるけども、バイオスフィアの 後ですよねでそのバイオスフィアかつてバイオスフィアだったものが今はフィジオスフィアになってるってものはさてフィジオスフィアとして考えるべきなのかバイオスフィアとして考えるべきなのかちょっと悩みますよね。で定義した人はどっちに考えてんのってかってまあ質問されると思いますけどもそれは 宿題ととして取っておこうと思いますどっちに考えても僕は構わないんじゃないかなと思ってます。まだね、ヌースフィアとかバイオスフィアって何て言うかな。バイオスフィアに関してはいろんな科学者があの精緻な考えを持ってるかもしれませんけども特にヌースフィアはまだ曖昧な部分がたくさんあってで、そのフィジオスフィアとバイオスフィアの話しましたけども バイオスフィアとヌースフィアの境界もまたすごく曖昧なんですよ。でそれってどういうことかっていうと例えばまあ人間がいなかった頃はバイオスフィア豊かにこう発達しましたっていうのはわかると思いますがそこに人間が生まれた。で人間は社会を作ってで狩猟を始めると。 狩猟を始めると何始めるかっていうと、例えば狩猟した動物の骨を、ああの動物食べちゃいますからね、狩猟して。そうすると、その食べた動物の骨一箇所にまとめたり、または貝の貝殻一箇所にまとめたり、そうやってあの人間が作る貝塚のようなもの、または骨の山のようなもの、または住居の跡のようなものを作り始めますよね。 でさらには、その、もっと進んで、えっと、農耕が始まったりすると,うーんと、農耕によって土壌が変わりますよね。あの、まあ、栽培する植物のために、いい土壌を作ろうとする。そうすると、土壌の質が変わってきます。それから、あの栽培がよくできるようになると、 その植物と植物掛け合わせて交配したりしますよね。そうすると自然には生まれなかったかも生まれにくかったその交配によってできる作物実が大きくなったり花が美しくなったりそういうものを作り始めるわけですよ。そうするとそれはバイオスフィアと言っていいのかヌスフィアと言っていいのか微妙ですよね。もしヌスフィア人間がいなかったら そのバイオスフィアにそういう花なり身の大きな何かの植物だったりは生まれなかったかもしれない生まれたとしても数は少なかったかもしれないしその人間が栽培するほどのね数はたくさん生まれなかったかもしれないところが人間がいるおかげでたくさんできたりある特殊な植物がねでまあ現代に近くなれば その遺伝子操作なんかしたりして遺伝子操作まで行くと自然界では絶対できないようなものができちゃったりするわけですよそうするとそのできた植物これをバイオスフィアのものって言っていいのかなそれともニュヌースフィアの一部として考えるべきなのかなその境界が見えてこないですよねでその境界問題 <laughs> この境界問題は後々考えていく宿題として えっと取っとこうと思うんですけどもまあそういうような問題がこ3つ分けることによって生まれてきますでその3つ分けることによって生まれてくる謎これはあのぜひ皆さん悩んでほしいんですあの科学って答え出すものっていうか答えを与え,るも与えられるものだと思う人が多いんじゃないかなと思うんですけども 科学って自分で考えて答え出すものだと僕は思ってます。ですので、ぜひ答えを出してほしい。こういうことを考えた一番最初の人っていうのは、ロシアの科学者の今写真に出てるベルナッキー、ベルナツキーっていう人なんですね。僕、ロシア語がよくわからないので、カタカナ読みしかできないですけど、ベルナツキー。で、この人は1863年から1945年まで、 生きてた方らしいんですけどもこの人がもともとは土壌あの地球の土に関しての研究者だったらしいんですロシアで,で土をよく考えることによってそのバイオスフィアに関してのまあ気づきを得るんですねでそのバイオスフィアに関しての論文を書いたりする でそのことを調べたかったんですけども十数年前まではこの人の論文って日本語にはほとんどなくてですねえっと全然僕には探し当てることできなかったんですけどもある東大の教授がですねたまたまあった教授が教えてくれたんですよヌースフィアのことはロシアの,そのベルナツキー が最初に考えたものだとでそのベルナツキーに関して書いてある本はこの「ロシアの宇宙精神」という本が日本にある唯一の本だって言われたそれ探して買ったんですね。でその本にはその「ロシアの宇宙精神」という本にはベルナツキーが書いた論文が2編入ってるんですけどもその2編の論文の前にベルナツキーって人はどういう人かっていうことの紹介文があってその これは引用です。ベルナツキーの説明っていうところの下。そこを読みますので、ベルナツキーっていう人がどうやってヌスフィアっていうのを考えたか、えー、知ってください。彼の生涯の重要なエピソードは、1922年から1926年にかけてフランスに派遣されてソルボンヌで地球科学の講義をしたことである。ここで彼はキューリー研究所で ラジウムの標本を手にし、手に仕事し、生きた物質に関する大量の草稿を整理し、それを分類していくつかの論文にまとめた。その多くはフランス語で出版された。古典的な論文、生物圏、バイオスフィアですね。を書いたのもパリだった。彼はレニングラードに帰るとすぐそれを出版した。パリで彼はエドワール・ル・ロアや、 ティアルルド・シャルダンのような哲学者と知り合った続きますあと少し遅れてまず1928年に出版された「人間の起源と理性の進化」に収められたル・ロアの講義録によって精神権に関する彼らの理論を詳しく研究するようになった精神権という理論誕生における精神的な連続性について ベルナツキーは次のように説明しているこのことについては何度も書いているこのは本,の,本の中にの書いてあることです僕が書いたものではないですで続きです彼がパリの長州,に長州に提案した生物地球科学的な精神圏の研究方法はこれらのフランスの哲学者たちの思想の源泉となったそして この哲学者たちがさらに一歩進めて作り上げた理論を次にベルナツキー自身が受け入れたというのである。精神圏という理論をベルナツキーが発展させたのは基本的には30年代であった。とりわけ惑星的現象としての科学思想で展開されているがこの論文は彼が当時書いていた総括的な 主要著作である地球とその周囲の生命権の科学的な構造の一種の序文として書かれたものである。両方とも出版されたのは年年代70年代になってからであるで、まあ、これがあのヌースフィアの一番最初の起源らしいんですけれども、まあ、今読んでいただいた ことで分かるように、ベルナツキー最初はヌースフィアって名前を付けたわけではなさそうです。あのこれはあの文献で確実にそうだとはちょっと言い難い部分もあるんですけども、多分そうだと思います。あのー、ティアールド・シャルダンという人のヌースフィアに関しての本なんか何冊も読むと、 えー、ティアルド・シャルダンが考えたそのヌースフィアっていう言葉は最初のオリジナルはティアルド・シャルダンっぽく書いてあるので、まあ、これ絶対そうかどうかはちょっと本人たちに確認しなきゃならないですけども今じゃもうできないので、ね、今のところ僕が調べた著作ではベラナツキーがまずはそのアイデアを持っていた。 そのアイデアを1922年から23年にソルボンヌで講義をした、生物地球科学的な現象を生物圏の基盤として捉えたっていう、そのような講演をした、それをどうもうティアール・シャルダンが多分聞いたんです。そして、えっと、その後、1927年にルロア・ロワ え先ほども出てきたルロアって人が、コレージュ・ド・フランスにて講演をするんですね。その講演の中に、ティアール・ド・シャルダンと私がヌースフィアという概念を作ったっていう発表をするんですね。その時には、ベルナツキーのことには、本によれば、ティアール・ド・シャルダンの本によれば、触れてないんです。<laughs> で、ですので、ルロアは、 うんとこれはティアルド・シャルダンと二人で考えたと思っていたように受け取れるんですね。でそのルロアの講演録をベ、えっと、ルナツキーがその講演の後に入手したか、うん、してあ僕の概念ここにパクられてるとは思ったかどうか知りませんけども引用されてるんだということに気がついて。 その引用されて、まあ、さらにルロアはそれを発展させたんでしょうね。だけども、ルロアの講演録が手に入らないので、どういう発展をさせたか僕には分からないんですけども、まあ、その発展を受けて、ベルナツキーは、そのヌースフィア、ロシア語ではノースフェーラっていうらしいんですけども、それに関して、えっと、1939年 5年前後に、えー、1935年にノースフェラー創を執筆しかし未発表ってありますよねこの時までにいろいろ考えて創綱を作ったただし完成はさせてないんですねでそれをあのロシアの科学アカデミーが保管するんですこのロノースフェラっていうこのノースフェラっていう原稿は前にかい言っていたこの 惑星的現象としての化学思想っていう、これの、なんていうかな、ノースフェーラーは日本語訳されて2017年に、えっと、発売されてんですね。あ、あのー、カジさんという人が翻訳をして、ノースフェーラーっていうのを水星社、水の声の会社の社、水星社っていうところから出版してるんです。 でうーんその総稿で出版したもんですからまだ概念がちょっと固まってない部分があって、えっと、本の最初と中頃と終わりでノースフェラーの概念がちょっとずつ変化してるなっていうふうに僕は受け取ったんですけどもまだそういう何て言うかな概念が固まりきってないそれを まあうん、ベルナツキーは発表してないんですね。生きてる間には発表しなかった。だけども、1900、この人、さっき見,見たように、40何年かかに死んでしまいますので、亡くなってしまいますので、えー、その後に1960年代、70年代に、えー、当時まだソ連だったので、えー、っと一部、 うん、原稿を、うん、削除して完全な形ではないものを出版したんですね。で、後年1991年、ちょうどソ連が崩壊する年にあたるんですけども、それはたまたまかもしれませんが、または。うん だからこそ発表できたっていうの部分もあるのかもしれませんけどもその年にあのバイオスフィア2っていうプロジェクトがアメリカに始まるんですねバイオスフィア21991年あのネットで調べていただければ分かると思うんですけども月とか火星とかまあ宇宙空間に行って人間がその閉鎖空間に何年も生きていられるのか生きていけるのかどうかっていう 実験をするんですね、地球上で。で、そのプロジェクトをヌースフィア、あバイオスフィア2っていうんですけども、そのバイオスフィア2を始める記念として、そのベルナツキーが書いたあ生命権を英訳して、なんでしょうね、出版するんです。で、<laughs> まあ、 ああごめんなさい。生命権じゃなくて、そのノースフェラの方を出版するんです。で、その時にもまだ未発表の部分が含まれてたらしいんですけども、後年その2017年に、えっ、ー、と、カジさんという人が、えー、と翻訳した時には、その出版の際に隠されてた、発表されてなかった部分も日本語で 全部翻訳して、ノースフェラーっていうタイトルに直して、えー、2017年に出版していただきました。それを僕たち今買って読むことができるんで、興味のある方はぜひ読んでみてください。で、まあ、それが、うん、総行だったのが1935年。で、その後、その総行後、多分、ティアールド・シャルダンは読んでないんじゃないかなと思います。 で、1955年にシャルダンはの、ヌースフィアの概念を、うん、まあ、ルロアとの共同で一部考えたとは言いつつ、多分、後半の部分、後半の部分っていうのは、ヌースフィアが進化していくと、オメガポイントが来るよって話になるんですけども、そのオメガポイントが来るよっていう部分が、 シャルルダンのオリジナなななんじゃいいかなと思いますね、うん、ノースフィアラにはそのオメガポイントの話は書いてないです。でそのウェルナツキーはそのノースフィアラにはヌースフィアが発達するためには科学が進歩しなければいけないと。で科学が進歩するっていうのはなぜ科学が進歩するといいのかというとそれまで人類の歴史においてまあ宗教や哲学や いろんな思考が発展しては別の宗教や哲学が反映すると。で、ずっと永続的に、えっと、宗教にしても哲学にしても、流星を極めたものは今までなかったけども、科学だけは間違いなく流星していく一方になるだろうと、1935年の段階で考えてたんですね。 だからこそ、そのヌ,ヌースフィアが、ノースフェラが、えっ、ー、と、発展する、えー、十分に育つためには、えー、科学が発展するのが大切なんだと。そういう話になってます。それを、えっ、ー、と、まあ、ティアル・ド・シャルダンは、オメガポイントに関しては、あの、科学の発達はもちろんだけども、 うーんもっと深い何か、その何かに関しては、えっ、ー、と、先々もうちょっと丁寧に話をしてきますけれども、もっと深い何かが現れてくるはずと。で、その何かが大切だろうと。言ってみれば、そのオメガポイントというのは、人類が最終的に行き着く状態。で、それは、うーん まあ言ってしまえば、たとった人々が地球上に現れる、もうその、知り尽くしている、すべてを、その状態に、えー、と地球に生きているヌースフィアを形成する人々は、人類は育っていくだろうと、まあ、そういう話があの、現象としての人間の終わりにつながるんですね。 それに関してはあの、後々詳しく話してい,ますい,いきますけど。で、まあそうなっていくので、えーと、僕たちの地球は戦争もいつか手放すだろうと。まあ、シャルダンが書いてた1955年は戦争が終わったばかりですから、あの、戦争の爪痕がまだ残ってた頃に、そしてこれを考えてた頃は戦争の最中ですよね。 人類はなんでこんなことしてしまうんだという、えー、反省を込めて、そしてシャルダン自身は第一次世界大戦に衛星兵として参加するんですけども、その時の体験も交えて、戦争はもうしないとで、そういう戦争をしなくても済む人間がオメガポイントを作っていくだろうというような話をするんです。で <laughs> ティアルド・シャルダンの現象としての人間のプロローグにこんなこと書いてます。この写真がティアルド・シャルダンですねで。ティアルド・シャルダンって面白い人で、後々もうちょっと丁寧に説明しておきますけども、神父であり科学者なんです。古生物学者であり地層学者。で、神父っていうカトリックの神父だったんですね。1930年代、40年代の頃は、 カトリックは進化という概念を許さなかったんです。当時のカトリックでは進化はないと。猿、えー、が人間になって人間が進化してね、いついつ、いつかはそのキリストのような考えを持つみたいなことは絶対ないと、カトリックはそういうふうに言きってたわけですね。まあ、カトリックの中でも、まああの、ティアルド・シャルダンの考えに共鳴して、それあってもいいんじゃないのっていう人ももちろんいたんですけども、 まあ、カトリックの本流の人たちはそれを許せなかった。そういう時代にティアールド・シャルダンは、進化とキリスト的な考え、愛を持つということに関して悩むわけですね。私は科学者であるから進化は正しいと思う。一方で、キリストが唱えた愛というものも確かにあるだろうと。でその間に揺れて、 さあ、カトリックの神父という立場と、科学者という立場と、どうすればいいんだという、なんて言うんでしょうね。悩みから、その現象としての人間という、あの、それまで誰も考えなかったようなことを考えるんです。で、面白いのは、ティアールド・シャルダンは、まあ、古生物学者であり、地層学者でありますけども、ベルナッキーは、 あの土壌を研究したんですね土をつまり2人ともティアル・ド・シャルダンもベルナッキーもあの地球の地面とか地層とかその部分を詳しく調べることによってそのヌースフィアっていう考えにまでたどり着いたっていうのがとても面白いなと思います。でそのティアル・ド・シャルダンが「現象としての人間」という本 の中で、こんなこと、えー、プロローグの中にこんなこと書いてます。見ること、性のすべてはここにあると言えよう。ちょっと中略します。で、人が人間そのものを極限まで発見するには、全く新しいさまざまな感覚が必要であった。この感覚を前時獲得してきた行為が、精神の種々さまざまな戦いの歴史そのものであり、 その歴史の足取りを刻んでいると言うべきであろう。これがその序文の、まあ、短い部分の引用ですけども、にあるんですね。つまり、ヌースフィア、バイオスフィア、フィジオスフィアをきちんと知るっていうことは、その知るために自分の感覚を磨くことになるよと。で、その、まあ科学者は、 またはまあ宗教者もそれに含まれるんだと思いますけども、ティアル・ト・シャルダンが言いたいことに関してはねその、ずっと一般的な人間が持っていた感覚以上の感覚、それを研ぎ澄ますことによって、初めてヌースフィアやバウヨスフィアやフィジオスフィアを具体的に感じることができるんだということを序文に言うんですねで。その序文の中で言う感覚7つを、 こういうものだよっていうふうにティアルド・シャルダンは、えー、と表現しているのでその7つを、えー、引用します。うん、まず1「我々の周りにひしめく事物の全てを無限の半径を持つ球体の内部にあるものとして分解したり組み立,た組み立てたりする大宇宙においても極微の世界においても空間の無限さを感じる感覚感じ取る感覚」。 まずこれが必要だよと必要というかヌースフィアバイオスフィアフィジオスフィアを感じていくと自然とこれを持つことになるねと。そして2精神機能の鈍重さのために我々がいつも過去という白片に圧縮させる傾向のある諸事情諸事象を果てしなく続く連鎖に沿って無限の時間の感覚に押し戻そうと努める。 深さに対する感覚。なんか難しそうですよね。あの、ヌースフィア、バイオスフィア、フィジオスフィアを感覚として知るためには、今僕たちが感じている感覚で、それは、うん、まあ、普段使っているものなわけですけども、その普段使っている感覚以上の もっと深いというか高いというかそしてそれは歴史的につながっている無限の時間の中にあるものをイマジネーションとして掘り起こすそういうことが必要だよねっていうことですよね。で3宇宙の最も小さな変化にも含まれている途方に暮れさせるほど多数の物質や生命の要素を眉一つ動かすことなく 発見し、把握すする、る数に対する感覚、これも難しいなと思いますけどもそして眉一つ動かすことなくっていうのは僕は笑ってしまいましたがそんな眉一つ動かすことなくそんなに莫大な数とか微小な感覚ね原種の中にどんなものがあるみたいなものをね感じるっていうのはそうそうできないよって僕は思うんですけども。 まあヌス・ティアルド・シャルダンはそれを眉一つ動かすことなくそれをつかめるような感覚を持ちなさいと教えてくれてるわけですね。<laughs> 思わず僕は僕理系なんですけど笑ってしまいます。<laughs> 4原子と星雲と極微なものと無限の広がりとを大きさとリズムにおいて隔てている物理的規模の差を どうにかこうにか実感しう比率に対する感覚これも僕は読んでて大笑いしちゃうんですけども現実ってものすごい速く振動してるわけですブーンってそんなもん人間が感じるようなスピードじゃないわけですよねでそれと宇宙もぐるぐるこう周期回ってるじゃないですかまあ、うん、地球の周り太陽は365日かけて回るわけですけども とか太陽の周りを地球は回るしでまた銀河は銀河でねその中心に向かって太陽系はずっと銀河と一緒に回ってるわけですよ銀河あの中心銀河の中心を中心としてぐる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 回ってるわけですねそれってものすごい速いけども1周はものすごい長いわけですよね <laughs> その感覚と原子がぐるってその 比率に対する感覚を実感しろって僕はそれどうやって実感するんだろうと東方にくれるんだけどティアル・ド・シャルダンはそれ感じなさいって言うんですよ笑っちゃった <laughs> まあこれも眉一つ動かす時間眉一つ動かさずに実感するといいんでしょうねで5世界の物質的な統一性を壊すことなく自然の中で完成しているものと成長しているものとの 絶対的な初段階を識別するに至る質に対する感覚もしくは新しいものに対する感覚これも具体的に考えるっていうのはちょっと難しいかもしれないけどもまあいろんなものが、うん、例えば自分の、まあ、人体考えてもいろんな物質がものすごい絶妙なバランスを作って 生かててもらってるわけじゃないですか自分の体ってなんでこんなに絶妙なバランスでねホルモンが出たり脈拍が動いたりねで、あのー、呼吸ができたりってね誰も説明できないわけですよ自分の体でさえ、ね、体でさえそれを宇宙もそうだし、まあ、原子もそうだし分子もそうだし巨大分子もそうだし何もかもがすごい絶妙の統一性を持って それが絶妙のバランスとリズムとで出来上がってるものを壊すことなく初段階全部識別するっていうのはね、まあ人類それができたらね、きっと幸せですよ。<laughs> 僕でさえ難しいなと思います。あの、理系出たけども。で、だけどもその感覚を このヌースフィア、バイオスフィア、フィジオスフィアを得るためにはきちんと持つべきだし考えていくうちに持てるでしょうと言ってます。なのでそういう感覚完全に持ててるかって質問されたらいやーどうかなって僕は言ってしまうんですけどもまあそれに向かって頑張ろうとは思ってます。で次、な6 極めて緩慢な動きのうちに隠されている嫌悪のない発展を知覚したり、また静止というベールの下に積み隠されている激しい動揺を知覚したり、さらにはまた同じ現象の単調な繰り返しの中心に全く新しいものが滑り込んでくるのを知覚したりすることができる運動に対する感覚。まあ、これも似たような話ですよね。まあ、さっき話したそのプレートが押し上げられて、 海の底にあったその3号の堆積が石灰岩になりそれがいつしか地層で押し上げられてねあの山になってでそれが、あのー、実際に見える武甲山となってねで武甲山は石灰岩でできてるから今じゃ あのセメントの原料,原料として掘られてねで山の形がどんどん変わってますみたいなねそういうすごく緩慢な動きものすごい何億年かかってそうなったのか僕には分かりませんけどもそれをきちんと感じてでしかもその。 微生物としてあった。まあ、あの、サンゴって微生物とは言わないかもしれないけども、ものすごくちっちゃな生物が、石灰たくさんあの自分がこう引っ張ってきて、自分の殻によのようにして作って、それが、まあ、残って、それが堆積して、石に結果としてなるわけですけども、それってすんごい時間がかかるわけですよ。人間が見たって、そんな静止してるものとしか見えない。全く動かない。 ものしか見えないけども全く動かないもののように見えるけどもそれが時間をかけて何万年だか何千万年だか何億年だか知らないけどもそういう時間のとともにそサンゴ礁の殻だったものが圧縮されてで石灰岩になって石灰岩があのプレート地層の <laughs> 流れに乗っ,てって、ね、でいつしか海底にあったものがムクムクムクッとこう陸の上に上がってその陸の上に上がったのがこう山になってなんてさそんな長い時間を考えるってなかなか難しいですよね。でそれがねさらにまた同じ現象の単調な繰り返しっていうのが生命にとってものすごく大切で。 あの奥入っていくと単調なく繰り返しを生命は何度も何度も繰り返しながら少しずつ変化をして、まあ、いろんな生物が生まれてくるわけじゃないですかそれを知覚する僕にも知覚難しいなとは思いますがでもこうイマジネーションとしてそれを持った時になんかものすごくね感動しますよね。 その感動する何かを掴むのが大切よと。まあ似た話をこう、ティアルド・シャルダンは何回もしてくれてます。そして、七、ああ、ちょっと待ってね。似た話にしか僕が受け取れてないだけかもしれないけども、まあ、この今までの話、詳しくわかる方は、僕の理解以上にね、ぜひ、 コメント欄に書いて教えてくれたりしたらありがたいなと思います。教えてください。で7、景 <laughs> 気や集合性といった思想的な平地状態の背後に物質的連携と構造の統一性を発見する有機的なものに対する感覚。これもまた難しいですね。あの生命っていうのは初め単細胞かもしれないけども単細胞がいつしか うん、細胞同士が寄り集まって細胞が集まることによって塊を作って群生のようなものになって群,群れのようなものになってでその群れがいつの間にか一つの形になってってなったのかなはてな。でそのそうやって命が出来上がってくるその連携や構造の統一性を発見していくこと 有機的なものがそうやって練り上がってくるっていうものをぜひ、まあ、感じてくださいって <laughs> はい感じますって感じですよねでそれをねこの現象としての人間を読むうちに、まあ、感じていくわけですよ僕はまあ一人の人間としていろんな歴史を持ち そして言語を持ち、複雑にこう練り上がった人間ですけどもその複雑に練り上がるっていうことが一体どういうことかっていうのを今まで以上にイマジネーションとして持つそれがすごく大切っていうか言ってみれば平なることを生っていうのはその肘りね 聖なるもことっていう、生きてることっていうことは聖なることであるっていうことを再確認する。そういうことなんだと思うんですね。こういう話すると、僕はついうるうるしてしまって申し訳ないんですけども。それを、まあ、チャルダンは、フィジオスフィア、バイオスフィア、 ヌースピアを知ることを通して、その感覚、その再発見をしてくださいって、序分で伝えてくれてるわけです。次いきます。<laughs> 僕たちは、そうやってここまで練り,練り上がってきました。 でこのまだオメガポイントっていうのはどういうことなのかって話にはまだ今回は行き当たりませんけどももっといろんな話しないと見えてこないと思うので, <laughs> でそれは言ってみればその先ほどのティアール・ド・シャルダンは神父でしたからその人間が練り上がって究極に極まった概念を持つ その概念というのは科学の進歩によってまあ地球なり宇宙なり全体を見通せるようなそういうオメガポイント人類のエイチが極まったところそれを夢見ましょうとそれがやってくるはずですともしやってくるとしたら何どんなものなんでしょうっていうのを今僕たちはまあ 考えてみようよううとということなんですねそれを考えることを通してバカな争い戦争だとか殺し合いだとかまたは飢餓があるのに放っとくとかねそういうようなことを超えていきましょう乗り越えていきましょうとでそのオメガポイントの時にはきっと今は僕たちはまあ資本主義で競争社会の中にいますけどもその競争社会を乗り越えていく やってるんんだろううなと僕は思うんですねでそれって一体どういうことよってことをまあ感じていくっていうのがこのヌースフィアを本当に見つけていくことだと思うんですね。あの今の僕たちその競争社会の中ではウィンウィンっていう考え方あるじゃないですか。 あなたも私も共に利益があるっていう、ウィンウィンっていう考え方。僕でもウィンウィンって考え方、いまいちだなってずっと思ってました。なんでいまいちかって思うかというと、日本には、もう江戸時代にね、三をよしって素敵な考えがあったんです。近江商人が、 こう考えたそうですけども、売り手よし、買い手よし。で、ウィンウィンはこれだけですよね。売り手よしで買い手よし、ウィンウィンです。それだけじゃダメだと。それによって、売り手よし、買い手よし、その状態で、 しかも世間も良くなきゃダメだと。僕たちは今、ウィンウィンしか考えてないかも。もう江戸時代に実は、日本人は、 世間よしまでちゃんと考えてたんですよ。今の政治状況とかね、社会状況とかね、見ると、こうはなってないんじゃないかなと。まあもちろんこうやって生きてる人たくさんいますよ。けども、一般的にきちんとこうなってないんじゃないかなって、ちょっと残念だなって感じることが多々あります。そして、 ヌースフィア、バイオスフィア、フィジオスフィアって考えることによって、三方よし、もうちょっと進化させると思います。僕はだから、五方よし、五方よしっていうのは、私よし、あなたよし、ヌースフィアよし、バイオスフィアよし、フィジオスフィアよしと。そういうことが考えられるかどうか。 これがとっても大切なんじゃないかなって思います。でこのヌースフィアよし、バイオスフィアよし、フィジオスフィアよしっていうのに、まあ江戸の人たちは世間という言葉を当てはめてたのかもしれませんね。まあ、世間というのは今の僕たちにはどうしてもその人との世間というふうにしか思いませんけども、自然状況をすべてを考えて世間と見るんだとすると。 もう実は江戸の近江商人は御法しを考えてたのかも。で、こういうことをずっと考えることによって、まあ、少しでもメガポイントに近づいていけたらなと思います。かつて1972年にローマクラブってところが、 成長の限界っていう本を出版しました。ローマクロムでは人類の資源が枯渇していつしか石油が枯渇し森林が枯渇し意識がない状態になるかもしれないよってことをその成長の限界っていう本で継承、えー、を鳴らすんですけどもそのほぼ20年後今度は限界を超えてっていう本を出版します。 でその限界を超えてで、人類はどのように限界を超えていくのかっていう話をするんですね。で、その中にああ素敵だなと思ったことが書いてあったので、それをここに披露します。成長の限界を超える,超えるために僕たちは何をすべきなのか。まずはビジョンを描く。それからネットワークを作る。真実を語る。 学ぶそして最後に愛するこの5つをきちんと行うことでもしかしたら成長の限界ここが資源の限界だよっていうところを超えられるかもしれないほぼ絶望的だよって話をずーっとしてその最後にでももし超えられるとしたらこういうことをきちんとやらなければならないねっていう 本を閉じるんですねでそれも僕たちが人間として人類として人間としては悟りを得るというようなことでしょうそして人類全体としては悟りを得た人がたくさん生まれるオメガポイントに向かうその大切なポイントになるんではないかと思いますあのこ今日はこれここが最後です あのまあ、た僕が感情出て泣きそうになったりして失礼いたしました。で、ぜひそのフィジオスフィア、バイオスフィア、ヌースフィアに関してあなたも自分なりに考えてみてください。ベルナツキーもヌースフィアという概念を完成させたわけではないし、キアルド・シャルダンも オメガポイントがどういうことであるかっていうアバウトなイメージは作ってますけども本の終わりにけどもこれがそうなんだっていう明確なビジョンこうなってこうなってこうなるみたいなものはできてませんそしてそこを僕たちは作っていかなければならない戦争してる暇ないんですもしこのまま競争社会を続け 資本主義を続けていたら SDGs なんて言ってますけども僕は SDGs では足りないと思うんですね SDGs ではあの地球はホームです家ですっていう概念で話しますけども家よりもっと大切な何かです地球は家だったら 自分の土地拡張したり建て直したりいろいろなことできますけれども地球はもし一度失われてしまったら同じものは取り戻せない何億年かけて出来上がったものですそれを人工の知能で技術で取り返そうってできるって思うのが浅はかだと僕は思いますそのヌースフィアやバイオスフィアや フィジオスフィアの時間の体積そしてその広大さを感じるようになったらそれを人間が研究によって全部取り戻すっていうのはまあものすごく時間をかけたら可能かもしれないけども今の競争社会の中で資本主義の中で10年ちょっと20年ちょっと数十年の間でそれを成し遂げるのは僕は無理なんじゃないかなと思います。 そしてその無理じゃないかと思う。根拠もまあ、これから後々えっ、ー、と示していこうと思いますが、それがどのようにして示せるのかっていうのはちょっと長い話になるので、またあの何回か後にその話に触れると思います。今日はこれで終わりにします。長い話に付き合っていただきありがとうございます。そして、皆さんのようにこれに興味を持って聞いてくれるって人がいるから。 こういうい話が構築できる。そしてこの話を聞いて是非、まあ、ここが足りないよとかいやここはこうした方が楽しいんじゃないのとか何かありましたら是非その YouTube のコメント欄に書くなり僕のブログ水のきらめきのコメント欄に書くなりして僕に教えてください僕も別に一人の人間なのでね1から10までアルファからオメガまで全部知ってるわけじゃありません なので、えー、ぜひコメントなどよろしくお願いします。最後まで聴いてくださってありがとうございました。また次回第3回目に会いましょう。さよなら。